おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決ですゲーム、続きやっていきたいと思います。2章後編ですね。前回から2章後編が始まりまして、いきなりね、メインゲーム始まるみたいな感じになってるんですが、あれだね、1章後編でやったメインゲームと一応同じルールではあるんだけど、今回は交換ができるよと、メダルを使って交換、役職を交換することができるよっていうことで、いやー、サラちゃんを恨んでる人とか、まあソウさんとかソウさんとかソウさんとかにさ、身代わり押し付けられないかどうかがめちゃくちゃ不安なんだよね。だからとりあえずちょっとやっていきましょうかね。はい。ここから自分の部屋に移動して役職を確認するとこだったね。じゃあ早速戻りましょうかね。みんなぞろぞろと寝室へ帰っていく。お互いの顔を見合わせながら、不安と信頼が混じったような顔で。サラ姉ちゃん。どうした銀くん。ん？どうした銀。怪しい陰キャがいたから隠してたけど、脱出口見つけたかもしれないわ。マジ？え、脱出口、脱出口？ん？な、ん？脱出口どこに？何が？どういう？何目線？物理的な脱出口なのか、それとも今回のそのメインゲームの脱出口、脱出口なのか、どっちだろうね。何を言いたいんだろうね、銀くんはね。その作戦って聞けるのかな。どういう作戦なんだろう、聞きたいね。僕もうみんなに迷惑かけたくないにゃ、だから頑張るわ。あ、いなくなっちゃった。ちょ。どういう作戦なんだろう、気になるね。銀。胸騒ぎがする。大丈夫かな。いや、こういう時のサラちゃんの胸騒ぎって結構当たるからな。だって九太郎さんがさ、一人で脱出するっていう時もさ、嫌な予感がするって言ってメダルの交換するかしないかでちゃんと選択肢があったじゃん。そういう時のサラちゃんの勘って当たるからさ、ちょっと心配だね。じゃあ自分の部屋かな。何考えてるんだろうね、銀くんはね。あ、もしもしボックスだっけ、できてるね。部屋の奥にボックスが現れている。静かだ。自室に戻れば自分一人きり。え？手が震えている。いや、そりゃそうでしょう。怖いでしょう。だって親友を失ったゲームをもう一度やれって言われてんだよ。これは、あの場ではみんなを不安にさせまいと奮い立っていた。みんなの前で私が折れるわけにはいかないと。一人の私はこんなにも臆病だ。ダメだ、弱気になるな。おお、すごい音。何ですか？始まりますか？メインゲーム。なんだ？突然、タブレットから音が鳴り始めた。あー、タブレットからだったんだ。あれだね、なんか地震速報みたいな感じの嫌な音だね。この音、もしかして、始まった、のか。役職来る？これよりメインゲーム、交換フェーズを開始します。あなたの役職カードへアクセスします。役職。何が来る？運命の一瞬。心臓の音がうるさいくらいに体内を暴れ回る。いやー、これ最初、どうなんだろうな。賢者とか来ないかな。賢者来たりとか、もしくは、平民かなっていう予想。賢者だったら嫌だね。死ぬわけにいかないからね。私は無意識に願っていた。やめて。蝶を殺したあのカードだけは。身代わりだけは引きたくないよね。おー、平民。平民。そうか。気づけば床に腰を落としていた。力抜けるだろうな。でもここからだよ。油断しちゃいけないよ。まだ。ね、一回一息つきたいけどね。方針。
私は数分は動けずにその場にいた。よか、どちら様？誰だろう？刑事さんっていう予想。サラちゃん。刑事さんですか？ナオさんですか？てんてんてん。そう、サラちゃんって呼ぶのは刑事さんとナオちゃんだけなんだよね。だからどっちだろうな。いや、刑事さんですか？刑事さんですか？うん。開けてくれないかな？中で話さない？ええー、これ本物だよね？大丈夫だよね？偽物の刑事さんだったりしないよね？扉を開けて中に招き入れるべきか。扉を開けて招き入れる。開けずに会話する。無言で無視する。合言葉を言わせる。合言葉なんてあんのか？いや、これ、合言葉なんてありません。あなたは偽物ですってこと？開けてもいいけどね。ちょっと刑事さんに全信頼を置きすぎか？サラちゃんは一応不信感持ってるんだよな。どうしようかな。開けちゃおうか。今、開けます。ああ、よかった。ありがとう。一体、何の用ですか？単刀直入に言うよ、サラちゃん。ん？サラちゃん、君は、身代わり、だろ。え？サラちゃんなんか、間抜けな声出たね。なんか私みたいになってるよ。どういうこと？主人公と私がリンクしすぎて、なんか、何？私がサラちゃんだった？わかりやすい反応だね、サラちゃん。しまった。つい変な声が出てしまった。いやー、よかったよ。本当に身代わりだったら、おまわりさん結構悩んだね。まだ決まったわけじゃありませんよ。しらじらしくても白状はしないか。やっぱり君は賢いね。けど、嘘をつくのはまだ下手かな。なにこの会話いいな。おまわりさん、鍵番なんだ。って言っても、信用できないよね。ちょっとお邪魔するよ。え？刑事さんはスルリと電話ボックスに入った。おーおーおー、かっこいい。ハチエいいな。何をしてるんですか？照明、かな。刑事さんはメダルをガシャガシャと投入していく。もしもーし。まさか。あ、サラちゃんと交換する気？また、タブレットが。おー、証明されたね。でもこんな早い段階で交換してよかったのかな？ギリギリのタイミングで交換した方が、良かったんじゃないかって思うんだけど。他にもさ、だってソウさんとかキュータロウさんとかカンナちゃんとか多分結構メダル持ってるはずないよね。私の役職が変わった。ただいま一度目の交換が行われました。交換。へえ、サラちゃんは平民だったんだね。交換したんですか？自分の鍵盤と私の平民を。これで証明できたでしょ。おまわりさんが鍵は。何考えてるんですか？え、貴重な交換機会だったはずです。なぜこんな時に使ってしまうんですか？あれ、怒られてる？怒ってません！いや、怒ってるよ。サラちゃんに信用してほしかったんじゃないの？刑事さんは。信用、されたくてね。てぃ、三時間しかないんだ。役職なんかで疑い合ってる暇、ないだろ。おまわりさんたちは、脱出するんだから、さ。わかりました。
何か考えがあるんですよね。教えてください。あ。おーおー。なるほど。ちょっと一回セーブしますか？うん、なんか刑事さんはさ、作戦があるっぽいけどさ、こんな早い段階で交換しちゃってよかったんかね。って思うけど、まあ。あれか。お互いが信用してる状態じゃないと、何も成り立たないっていう作戦なのかな？じゃあ聞いてみましょうかね。ねえ、サラちゃん。脱出って言えば、どんな方法がある？方法、か。出口をこっそり探す、敵を倒して帰る、デスゲームをぶっ壊す。あー。出口をこっそり探すは、結構無謀な感じがするんだけど、敵を倒して帰る、デスゲームをぶっ壊す。この二択だと思う。どうだろうね。デスゲームをぶっ壊す。騒ぎを起こして、デスゲームどころではないと思わせるとか。じゃあ爆弾でも作っちゃう？お願いします。いや、茶番だな、これ多分。刑事さんにも呆れられちゃったよ。やっぱり大事なのは、情報、だよ。敵側の情報ってことかな？ここがどこなのか、どんな建物なのか。せめて、フロアマップが分かれば可能性はある。あ、出口をこっそり探すが正解だったってことか。あー、もう卓になかったな。フロアマップ。仲間内でそれを知る人間。誰かな？そんな人、いるのか。ソウさん、三島先生、カイさん、ケイジさん。ソウさんかカイさんじゃない？今、パソコン持ってるのがソウさんで、まあ、カイさんはもういないけど、カイさんも知ってる可能性はあるよね。ソウさんかな。ソウさんは、とても怪しい行動が多いです。もしかして何か知ってるんじゃ。限りなく怪しいのは確かだけど、あ、カイさんが正解だったかな。彼を取り調べるのは、時間がいくつあっても足りなそうだ。確かに、面倒だ。カイさんの人工知能ってないのかね。だからもう一人の方を当たる。カイだ。そうだね。カイは敵側と繋がっていた。デスゲームについて詳しくなくても、この施設について何か知っていたかもしれない。けど、カイさんはもういない。人工知能あるかな？どうなんだろうね。遺品のパソコン、ですか？そうさ。あのパソコンにはまだ確認してない情報がある。でもそれソウさんが持ってるじゃんね、今ね。一度は九太郎さんが手に入れたけど充電が切れて、今は再び蒼さんの手に。取り返すのは難しい。そこで、だ。ん？注目したのは置いてあった場所。瓦礫の部屋？おまわりさんなりに推理したんだ。ちょっといい？サラちゃん。何ですか？刑事さんは耳元で囁いた。え、なんで、何ですか？カイは、あの部屋に来ていた。え？さ、行こうか。時間は少ないよ。ちょっと、刑事さん！カイさんが、あの部屋に。でもカイさんは、3階に来る前には、もう、いやでもパソコンをソウさんから奪い返すためにナオちゃんを使ってさ、まあフライパンで殴らして、ソウさんを気絶させて、パソコン取り戻してるわけでしょ？その後パソコンをカイさんがどこに隠したかっていうのが、その3階の瓦礫の部屋だったってことだよね。ってことは、その1階から3階につながる隠し通路をカイさんは知ってたってことになるっていう話を多分刑事さんはしたいんだと思うんだよね。合ってるかな？これで、こんなになんか偉そうに語っててさ、間違ってたらちょっと結構恥なんですけど。じゃ移動しましょうか？はいはい。あれは、ナオさん？サラちゃん、どうしたんですか？いえ、じっとしてるわけにも、いかないと思って。なんか怪しいぞ。
私も脱出の方法を考えてみようと思ったんです。何か見つけたらサラちゃんにすぐお伝えしますね。妙だな。え？サラちゃん、力を貸してあげようか。力ですか？おー、何？刑事の相棒能力が使えるようになった。何それ？やったおまわりさんの刑事の目、少しは役に立つと思うよ。アイコンをタッチすると相棒能力を使えます。刑事さんの相棒能力ですか？ってかっこいいんだけど、ちょっともう好き。はい。何か見つけたらサラちゃんにすぐにお伝えしますね。え？あれか、何か隠してる時の琥珀？違うな。鼓動？動脈？え？心拍数？の音だ、みたいな。もう、わかるってこと？刑事さんは。何か。いや、何も。私、行きますね。今の感覚は、一体。ん？もしかして、サラちゃんも今何か見えた？え？おまわりさんと同じ目をしてたよ。心の動揺を見逃さない、敏腕デカの目。君はナオちゃんの怪しい匂いを感じ取ったのさ。数日間、共に過ごした結果だね。ナオさんが、何か隠してると。さあね、残念だけど今はそれを確かめる時間はないよ。やるべきことをやろう。いつだって選べる選択肢は一つだけさ。ナオさん。さあ、瓦礫の部屋は荒れた廊下の先だ。行こう。まあ行くしかないよね。これ、待って、かっこいい。ちょっと目が赤くなったんですけど、やっぱ悪魔に魂売ってんだな、刑事さんって。へえ。かっけえ。じゃあ、荒れた廊下行きますか。あ、でも他の部屋行けんのか。一応ちょっと見ておくか。あ、いるね。九太郎さんは黙って座っている。さて、どうすっかな。なんだか少し余裕を感じるな。背後から脅かそう。脱出の手がかりを探していますか、九太郎さん。普通に会話に移行するなっちゃビビるぜよ。探しちゃいるが、さすがに新しい手がかりはまだ。やっぱ会のパソコンくらいぜよ。そう説得できりゃいいが、あいつ実質から出てこんぜよ。しかもカンナも一緒だ。悪いように利用されなきゃいいが。いや、でも作戦会議には九太郎さん参加してたんだよな。ソウさんとカンナちゃんとさ、九太郎さんの三人で。あれってどの時間軸の話をしてるんだろうね。もしその、メインゲームのこの3時間が始まってからの話だったら、九太郎さんも加担してる可能性は大いにあるんだよな。モニタールーム行こうか。おわー、レコさんがいる。レコさんはモニターを眺めている。人工知能か。ここにあるんだよな、あいつのも。アリスさんのことだよな。会いたいですか？人工知能は人工知能でしかない。いや、こんなこと言えないよ。会いたいですか？会いたいんですか？いや、機械は機械だよ。本当のあいつはまだ嘘の間にいる。レコさんは耐えているんだ。人工知能なんて見ねえ方がいいんだろうな。私はなおほど強くはないからさ。やっぱ
三島先生の人工知能に対して決別することができたなおちゃんは相当強いよな。いやーレコさん、そうね。あー、なんてことだ。ドクロの札が貼ってある。アリスさん、てか受付人形くんまだここにいんのかい。申し訳ございません、景品交換所は今回使えません。景品を片付けておりますので、ホコリっぽかったら失礼します。アリスさん、いやでも一応ここのねセーブデータはあのアリスさんがちゃんと最後に笑っていくことができたデータなので、もう私はこのデータに後悔はない。そのマイク、いやまだいる。あ、なおちゃんいる。なにこれ。なおさんはじっとアリスさんの遺体を見ている。私たちに気づく気配がない。やっぱり何か様子が変だ。サラちゃん、今は。なおさんから切迫した感情を感じる。今は時間がないんだ、サラちゃん。そうだね。いや、死んだ人間には使えないんだね、このモード。ちょっと、他の人にも使ってみようか。忘れてたね。レコさんから、強い心と悲しさを感じる。ザラちゃん、抱きしめてあげたら。抱きしめてあげたいよ!できるんだったらもう、思いっきりギュッて抱きしめてあげたい。ザラちゃん、代わりにやっといて。ちょっと、私はできないからさ。キュー太郎さんから、焦りを感じる。そこまで切羽詰まった感じじゃないのは、メダルをたくさん持ってるから、かね。まあ、そうだね。多分そうなんだろうな。医務室。ハンナキーはもういないのか?まだ行ってないのは?アレタ廊下か。はい。おー、ここにも電話ボックスがある。溝にもしもしボックスが設置されている。ここでも交換できるのか。瓦礫の部屋行こうか、じゃあ。おっと?サラちゃん、隠れて。あ、銀くんか?え?先客がいるみたいだ。真っ暗な部屋で、ごそごそと音が聞こえる。あれは、銀!銀に声をかける、様子を見る、刑事に任せる。刑事さんに任せよ、ここは。ちょっと静かに隠れて先客がいるって言ってたから。様子を見てみよう。銀は恐る恐る機械をいじっている。これにゃ。おお。わあ。通路が出現した。ほいや。僕だって。ああ、行っちゃった。まずい。一人で奥に。銀を止めましょう。気づかれないように尾行しましょう。こっちか。尾行しましょう。なぜ銀がこの部屋を知っていたのか。偶然見つけたならいい。だけど、もし何かを知っていたとするなら。子供を疑うのは、辛いね。そうね。でも行くしかあるめえ。覚悟はいい。待って。セーブさせて。時間はまだちょっとあるか?うん。やろうか。じゃあ行きますか。覚悟はいい?はい。OK だ。でも、一つだけ約束してほしい。ん?万が一、この先で危険なことがあったら、一人でも逃げれるね。はい。刑事さんも、ですよ。了解。通路はぼんやりとした明かりに照らされ、緩やかな下り坂になっている。先へ進むほどに、その坂は急になっていく。滑らないように気をつけて。あ、はい。銀、どこまで行ってしまったんだ。ん?行き止まり、だね。刑事さん、これは、
床にダストシュートのような穴が開いていた。銀はこの先に。降りてみようか。おお、調理室、なるほど。ここは何の部屋？あれ、なんだか見覚えがあるような。これあれだね、なおちゃんがさ、三島先生の頭を抱えて、隠れてた調理室だね。ダストシュートってここだったのか。ここから私たちは出てきたんだ。まさか、ここに繋がっていたとはね。そうね。どうやら冷蔵庫のようだ。空調はしっかりと整備されている。これは人にしか使えないよね。やめる。他になんだ？他にどっか調べられるかい？うん、刑事さんに話しかければいいのかな？来た覚えあるね、ここ。ここは確か、そうだね。一階の調理室ですね。なおちゃんが三島先生の首を持って隠れてた場所、か。真っ暗だ。あの時のなおさんもこんな状態で潜んでたのかな。一人で三島先生の首に話しかけながら。なおちゃんの絶望。カイは、それを利用した。ソウのパソコンを奪うために。彼女はあそこからよく立ち直れたよ。みんな、少しずつ強くなってます。ああ。でも同時に。いや、なんでもない。いや、死というものに慣れてきてしまっているっていう現状もあるよね。人の死に対して何も思わなくなってしまったら、それこそもう心が壊れてしまっていると言っても過言ではないと思うんだよな。ちょっと待てよ。この隠し通路の存在って誰も気づかなかったのかな？カイさんなら、ナオさんなら、ホエミは？ん？ナオさんも気づきそうなもんだけどな、カイさんが上り下りしてたら。でもカイさんは知ってたんじゃないの？カイさんは隠し通路に気づいていたんですかね？おまわりさんは、そんな気がするよ。え？元から知ってたのか、探索中に気づいたのかわからないけど、瓦礫の部屋にパソコンがあった意味、そういうことだと思うんだ。カイさんは3階に来て、パソコンを置いた。確かにそう考えられる。おまわりさんもこれで確信したよ。よし、銀を探しに行こう。そうだね。じゃあまた1階探索することになるってことか。オッケー。一応セーブしましょうかね。おい。食堂。電気ついてないね。暗いね。食堂の奥。ピンクの部屋行けるかな？鍵かかってる。ん、このドア、鍵なんてかかってましたか？いや。ドアノブをよく見ると、外側が、ん？側面がダイヤル状になっていた。1から9までのどれかに合わせればいいみたいだ。刑事さんに頼んでみる？刑事さん、いつもみたいにその剛腕でドアを破壊してください。え、無理かな。おまわりさんの腕は、誰かを守るためのものだからね。かっこいい。サラちゃんのことも、私のことも守ってほしいな。なんちゃって。やっぱり解き方を考えた方がいいな。ヒントがどこかにないだろうか。何の表情？まあ、隠し部屋は？いけるかな？あ、いけるね。明かりが机の上を照らしている。本棚が置いてある。まあ、何もないか。まあ、食堂に戻るか。ピンクの部屋行けないしね。じゃあ、広間かな。銀くんどこ行ったんだろうな。酒場。うわーお幻影がおるでー。いや、クリックしたくねーけどしたい。怖いもの見たさ。いなくなった。どうしたの、サラちゃん。いえ、なんでもありません。私は大丈夫。私は、
あ、今回でも幻影濃度というものは存在しないんだね。よく見ると黒板何かが書かれてる。暗くて何も見えない。おまわりさん、力になれるかも。ね。あ、これ、おーすげえ！おまわりさん、目よ。飲酒家、アリス、カイ、カズミ、ケイジ、シュンスケ、ソウ、ナオミチ、マイ、メグミ、レコ、キュータロウ。飲酒不可、アンズ、カンナ、ギン、クギエ、サラ、ジョー、ナオ、ヒナコ、ランマル。これ、もしかしてデスゲーム参加者全員の名前では？何人いる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18,20 いるか。あれいない？ちょ、待って。そうだね、20人。へえ、今考えると結構重要な情報かもしれないね。覚えておいた方がいいかもしれません。あ、帰りを待つ人もいるだろうしね。そうさ、これは私たちだけの悲劇じゃない。ま、とりあえずピンクの部屋のドアはここの状況で、ピンクの部屋のドアはここの情報で開きそうだね。銀がいるかはわからないけど、行ってみる？え、ここの情報で開くの？20人ってこと？どういうこと？ちょっと、ま、とりあえずセーブして、どうしよう、他のとこも探索したいんだけど、なんかね、時間がいい感じだから今回これで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。刑事さんが相棒となり、相棒が、悪魔に魂を売って、いろんなものを見えるようになりました。ので、次回から、いっぱいね、刑事さんと探索していこうと思います。ではまた次回、おつぴよでーす。